ようございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。よくね、眠れましたか？はい、よく寝れました。けどめっちゃ眠い。もう本当に さっきちょっとだけ髪の毛セットしてたんだけど、眠すぎて目が開かなかった。なんか目が閉じちゃう、開けようとしても。はい、眠い。うわー、メモるの忘れたー。ないや。ねえ、ちょっとパン食べていいかな。お母さん、ちょっと食べかけなんで。シール剥がしたい。まあいいや。うんうん、おいしいね。マルンパンじゃない。なんかもっちりプールっていうやつ。え、そうだよね。昨日から食べてばっかりなんだけど、それわかるんだけど。じゃあいつ食べるのって話なんですよ。本当に申し訳ないんですけど、でも今日は今日で企画を用意してまして、なんですけどまだ準備ができてないので、ちょっと今それを考えてる。8時です。
そう、今日の夜やっぱなんか配信できないかも。多分今日の夜配信できないから、もう朝のうちにもうやっちゃう。だから2時間頑張る。本当に目がやばいよ。もう もうちょっと待っててね。今企画の考え中なので、めっちゃくっつく、これめっちゃ歯にくっつく。だからさ、もういちいちこうやってこうやってさ取らなきゃいけないの。でもそんな顔見せたくないじゃん、どうしようって思ってる。そう、ジュースは飲み物がないからこういうの飲む。うわ、ありがとう。
ようございます。みんなちょっと待ってね、本当に本当に待って。ゼリーは飲み物。ゼリーって言ったら飲み物じゃない？めっちゃ。ゼリー、あーめっちゃ飲んでたことあるかも。あれ美味しいよね、めっちゃめっちゃうまい。あの缶ジュース、缶ジュースとかもあって、それが私好きだった。あ、缶。あれ美味しいよね。
何も書いてないです。あ、書いたけど試し書き的な。ちょっと今日はね、面白いのかわからない企画を用意しました。楽しみにしててね。人が集まってからやった方が楽しいから。ちょっと今は考え中、ごめんね。楽しみにしてて。何を書くかは、ちょっと一瞬後ろ向く。なんで、なんで、なんで後ろ向いた時に。すごい。え、ありがとうございます。タワーありがとうございます。後ろ向いた時にタワー来るの面白い。すごい。え、ありがとうございます。いいのかな。パフェありがとうございます。ウレピーマンだ。はい、じゃあ、あのグッチさんありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい。ありがとうございます。え、ウレピーマンだよ。ちょっと昨日結構なんか順位が低かったから結構落ち込んでた。何すればいいんだろうってずっと考えてた。何したら面白くなるのかなって思ってた。ずっと本当に落ち込んでた。だから今日は皆さんが面白いかわからないけど面白いような企画を用意しました。だからまたちょっと後ろ向きます。変顔帰国、さあどうでしょうか。まだ言えません。イベント2日目ってテロップに書きたいけど、ちょっと私潰れちゃいそう。あ、間違えた。空白。え、どうすればいいのこの場合。あ、やめてよ。おいおい、うん、うん、今日8時までします。イベント
数か。ね。です。オッケー、これでいいだろ。よきよき。そう、私意気込みも書きたいなって思ってて。そうだ、意気込みね。そう、テロップに書くのめっちゃいいよね。だけどこんなぎゅうぎゅう詰めでも書くの嫌だし、どうしよう。え、やばい、髪の毛になっちゃった。ね、本当にそうですよね。どうしようか。もういいや、長くなってもいいや、テロップに書こう。うん、でもさ、絶対勝つって言ってもさ、絶対とは限らないじゃん。どうやってやればいいんだ。目指せ1位。いや、それなんか良くないの。どうしよう。絶対に。よいしょ。絶対に、成功させようね。絶対に1位取るぞ。なんちゃって。固定コメントってなんだ、知らない私。固定コメントって本当に何？分からない。コメントログの上に固定表示できる固定コメント、そうだよ、そうなんだよね。え、ちょっと待って、本当に分からない。機械音痴すぎて、機械音痴がやばい。ね、本当にわからない。コメントログの上に固定表示で、コメントログ、コメントログがまずどこ、固定されたい。え、どうやって固定するの、ちょっと本当にわからないわ、やばいわ。
嘘。本当だ。ありがとうございます。やばい、本当にこれ表示した方がいいね。あのゆめさん、タワーありがとうございます。やばい、気づかなかった、本当にすいません。やばい、ね、本当に分からないよ、うん、もう分かんない、機械を本当になんか分からない、どうやるの、閉めてよ自分でコメント投稿できる？うん、できないです、できまへん。だからもうテロップに変えちゃいますね、私は。なんで書けばいいかな、お母さん。だって絶対勝つ、絶対1位だとさ、なれなかった時気まずいじゃん。別にいいじゃん、それを目標にして頑張る。そんな弱気じゃダメだよ、強気でいきなさい。そうだね、じゃあ強気でいかしてもらいます。絶対1分とか絶対1分おもろすぎ、絶対1位ハッシュタグじゃないのよ。 あった、絶対1位。おいこら、え、ちょっと待って、25文字しかできないんだ、こりゃしまった。まあこれでいいだろう。え、なんで、ね、せっかく書いたのになんで表示されないの。かけたはいはい、うん、オッケーオッケーオッケーそう、本当に今日はメイクもしたくて、どうしようかな、最後らへんでいっか。まず企画を先にやりたい。でもまだ決まってない、どうしようでも大体メモれたからいいんだけど、そうだね、なんか企画が終わってからメイクをしたいんですけど、なんかそうした方がいいかなって思ってあー
てよ、やめてください。企画が終わってからメイクをしたいなって。だからもう早く企画したよね、ごめんね本当に。もうすぐだよ。あ、違います。違います。足でリズム、そう足で、実は足でリズムを取れる。いらない特技。音符かわいい、ありがとう。ねえ、なんだなんだって。うん、やっぱそっか。どうしよう。あ、そうだ。1,2,3,4,5,6,7。 そうだよね、本当にごめん。じゃあもうやるね、やります。ちょっと今日天気悪い、天気悪い。じゃあもうやりますね。どうしよう。はい、じゃあ今日やる企画はクイズ大会でーす。イエーイ。みんなイエーイ。イエーイして、イエーイ。おー、パチパチパチ。皆さんお待ちかねのクイズ大会でございます。昨日の夜とかに考えられなかったからちょっと今考えてたんだけど、さすがにもう早くした方がいいかなって思って早くします。そしてなんとこのクイズで全問正解した方にはなんとなんと
何もありません。楽しい。面白い。でも全問正解したことは本当にすごいと思う。すごいですよ。ワクワク開始して。はい、じゃあね、まずはそうだ、いや、いいと思う。正解した方の、全問正解した方のお名前を呼ぼうかな。そうだね、青い王だよ、正解した方は。青いよ。ちゃんとよく書かないけど。はい、皆さん頑張ってください。全問正解を目指して頑張ってね。1,2,3,4,5,6,7。 ちょっとさっき考えてた時に、ね、今7問しかなくて、7問です。ちょっと少ないんだけど、全問正解してくれたら嬉しい。でもこれだけじゃないから安心して。7問結構ある。嘘。はい、じゃあ早速言おうかな。はい、じゃあいきます。第1問。私の推し祭は何でしょう。あ、ちなみにこれ私のクイズです。これ私のクイズなんだけど、分かってくれる、分かってくれるというか、その正解した人は私のことを分かってるということなんですよ。分かってますねって話。はい、推し祭、推し祭間違えた。え、私の推し祭じゃないわ。間違えた。私のサイリウムでした、すいません。私のサイリウムは何でしょう。なんで推し祭って言ったんだろう。つられて言っちゃった。サイリウムですね。はい、すいません、私の出し方が悪かった。おー、そんなところまで、素晴らしいね。はいはいはい。おお。はい、じゃあということでね、もう答えが出たと思うので、じゃあ行っていきます。正解はね、青と水色です。はい、青と水色。
そう、洗濯もいいなって思ったんだよ。だけど洗濯するようなやつが見つからない。洗濯面白いよね。そう、これは初級だよ。まあ難問があるかわかんないけど。痛くない、痛い、痛かった。みんなおめでとう。そう、青いと水色だよ。おめでとうございます。じゃあまだまだあるので次いきます。痛くない。痛くないな、痛って言っちゃう。やめてよ、本当に。はい、じゃあね、2問目いきます。どうしよっかな。はい、2問目。私が今飼っているハムスターの名前は何でしょう。私が今飼っているハムスターの名前、わかる方正式に答えてくださいね。結構文字とかにも気をつけてください。結構これは意地悪だと思う。わかりやすく私もね、を書いてるんですよ、ちゃんと。なんで？あ、忘れた。ちょっと分かってないじゃん。正式にだよ皆さん。意地悪だから、ちょっと意地悪問題だよ。おお、はいはいはい。はい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 、うん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 。さあどうでしょう。ふざけてる方いますね。ちょっとちゃんと答えてください。制限時間、タイマーとかセットした方がいいのかな。1分はさすがに長いので30秒くらいでいきましょうか。じゃあもう経ったね、経ったね、経ったね、なんか言っちゃって。じゃあ答え言います。正解はキキとララなんですが、ひらがなです。結構カタカナで書いている方が数人いたんですけど、キキとララひらがなです。当たった、皆さん。引っ掛けでしょ、結構これは。意地悪悪。笑い方やばい。そう、ひらがななんだよ。え、なんで間違ってひらがなとかね、ちょっとダメだよ。そう、偶然。はい、正解したお方いますかね。いると思います。今2問目ですね。じゃあ次はね、じゃあ
いきましょう。3問目ですね、これはよくも2問目引っ掛け、すいません。3問目ね、4期生のお披露目のニコ生かな、4期お披露目ニコ生、ニコ生お披露目配信、ちょっと なんて言えばいいか分かんないけど、4期生のお披露目のニコ生配信で私が披露した特技は何でしょう。あ、30秒開始。4期生の初めてのニコ生かな、初めてのニコ生の時にやった特技忘れましたまあこれを機に覚えてください、覚えてください、まあこれは覚えなくていいけど今言うやつはひどい。はい、じゃあ答え言います。正解は足の骨を鳴らすことでした、鳴らしたことでしただから足の骨を鳴らすって書いた人は合ってます。そう、結構リアルな音がしたやつです。意外といい音だったよね、ポキポキってなって今鳴らせる。さあ、え、聞こえるか分かんない、どうやって鳴らせばいいか分かんないし。そう、足の指、え、聞こえるかな。え、じゃあみんな C だよ、 C、 行くね、じゃあちょっと高くする行けたくない、どう、今鳴らしたよ、聞こえた、え、聞こえた、やった、よかった、折れた折れてないから鳴った、すごい音、え、結構聞こえた、え、全然痛くないんだよ本当に、手使わないで鳴らせるからね、私もう床でやる、バキバキってどっちも鳴りますよ。今ね右足やったの、じゃあ左足もやる、鳴るかな、一応どっちも鳴るんだけど、もう片方するからみんな C ね、 C だよ、あ、今鳴ってないからね、今の鳴ってない、今から鳴るふぅ、え、ちょっと待って、痛い、痛い、ちょっと痛い、床に足つけてるから、
嘘ごめん、ならなかった。ちょっと今日は左足ならないみたい。なんでならないんだろう。私どっかで鳴らしたかもしれない。無理しないように。はい、無理はしませんね。本当だよね、骨ってさ鳴らしたらさ太くなるらしい、指とか。そうだ、折れるからやめとこう。ちょっと良くないね。ちょっとごめん、鳴らなかった。右はよく鳴るんだよね、左はあんまり良くならない。ごめんすいません、どっちもなるようにしますね。今これいった、ちょっと印をつけたいな。これかな。今3問目までやったよね。次4問目か。じゃあね、いきますよ、4問目。はい、どういうこと？ OK。 じゃあ4問目。はい、いきます。これもすごい、皆さん思い出して考えてくださいね。12月10日の時にお披露目した時の私の髪型は何でしょう。12月10日にお披露目をしました。その時の私の髪型は何だったでしょうか。30秒計ります。よーい、スタート。これはお披露目を見てくださった方しかわからないかもしれない。え、みんなもしかして今調べてる？12月10日だよ。12月10日のお披露目だよ。パフォーマンスじゃないからね。え、めっちゃわかりやすく言ってると思うんだけど、パフォーマンスの時ではありませんよ。12月10日ですよ。もうちょっとさ、みんな私のこと分かってないな私のこと分かってないな、悲しいよ。答え言いますよ。いいの、みんな答え言っちゃうよ。答え言っちゃいますよ。いいんですかね。みんないいの？ね、スキンヘッド。ちょっと。なんでよくこう、ここまで伸ばしたよね、スキンヘッドで。ひどいひどい。はい、じゃあ答え。それな、それなって言っちゃった。ちなみにね、まだね正解出てないんだよ実は。え、なんでみんなお披露目見てないの。12月10日にお披露目したよ。みんな見てよ、みんな見てよ、シクシク。まだ正解出てないからね。正解出てないよ。答え言っちゃうよみんな。もうここで終わっちゃうよみんな。どうするの？どうするの？
みんなもうここで終わっちゃうよ。全問正解頑張ってよ。じゃあヒント言うね。ヒントは私下ろしてました。こうやって下ろしてて、でどうだったと思います？下ろしてましたよ。だからもうポニーテールとサイドポニーは違うことが分かりましたね。さあ何でしょう、何でしょう、何でしょう。でも私これ配信でも結構言ってたと思う。うん、お姉ちゃん正解だよ。え、なんで、なんでみんな、え、答え言うよね。えいい、正解してよ。悲しいんだけど私。正解言うね。正解言っちゃうよ。みんないいのね、ここで終わっちゃうよ。私配信で言ってたよ。おー、正解してる人出てきたかもねえ。だからポニーテールじゃないって。下ろしてたって。じゃあ行くよ、正解言うよ。いいのね、本当に。みんな終わっちゃうよ。正解はサイドくるりんぱです。はい、こうやってここをこんな感じにしてたの記憶ありますか皆さん。こんなくるりんぱしてたんですよ私。サイドくるりんぱ、はい。なんかみんなあまりキャッ。はい、まあ呼び方は特に何でもいいんだけど、とにかく横をクリリンパしてました。どっちともね、片方だけじゃなくてどっちともクリリンパをしてました。皆さん覚えてくださいね。またお披露目見てね。見れるのかな今で、でしょ、配信で言ってたよね私。みんなちょっとも、うここで結構脱落者出たんじゃないの。え、結構難しかった。見れないか。でもね、ネットとかで調べたら出てくると思う、私のお披露目の時。そうだよね、もう DMM でも見れないよねさすがに。あーそっか、すでに脱落。
笑った顔が可愛いですね。あ、ありがとう。嬉しいよ。まだ全問正解いる方いる？いる方いる？あー、クルリンパの表現。まあ確かに。あー、脱落しちゃった。そりゃ残念だね。4問目で。やだ、結構難しかったか。え、私は いけると思った。なんか申し訳なくなってくる。え、難しかったか。じゃあもう今から出す問題さ、もうさ結構簡単だからさ、なんか本当に申し訳ない、出す順番間違えたかも。じゃあ5問目いくね。これは多分みんな答えられると思うよ。うん、サービス問題してあげるよ。じゃあ行きますね。5問目かな。12345、5問目。ででん。私の唯一の推しは誰でしょう。推しです。これはわかるでしょうね。ね、わかるよね。唯一の推し。よーい、スタート。ポチッとな。うんうんうん、まあこれはね、わかるよね皆さん。はいはいはい。うん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 。誰？3、2、1。トゥク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 。はい、じゃあ正解はこれはもう皆さん合ってますね。はい、じゃあ正解言います。正解は本間ひなたさんです。これはもう配信でも何度も言ってると思います。そう、後ろにも答え出てますね、わかりやすく。だから後ろ見れば分かったかもしれない皆さん。結構サービス問題だったんじゃないの今のは。ねえ。はい。いや、もちろんはるかさんも好きですよ。好きなんですけど、やっぱその中でもなんか、なんていうのか、やっぱあた、なんかはるかさんはすごい、まあ憧れですね。はい、日向さんもそうだけど。そう、3人推してるって私は。そう、村長さんは憧れなんですよ、すごく。もう日向さんは推しって感じ。
だった。そう、ひなたさんはタイプなんです、本当に。そう、唯一の推しひなたさんです。じゃあ5問目いくね。 1,2,3,4,5,6 だ、次6か。5問目いくって言って6でした、すみません。あと2問だよ、みんな頑張ろうね。じゃあ6問目いきます。6問目、じゃじゃん。私が昨日食べたご飯は何でしょう。この問題は一つでも合ってれば大丈夫です。そんなに詳しく答えなくても、一つでも合ってれば私は全然大丈夫。これはすぐ答えられるんじゃないの。え、だってさ、私昨日夜しかやってないよね。ね、夜しかやってないよ。一つで待ってればいいという考えで、すごい面白い。昨日食べたご飯だから。めっちゃ詳しく書いてる、細かい。終了。はい、みんなね正解してるよ、ちゃんと。おお、違う方もいますね、意外と。じゃあ答え言います。正解はハンバーグ、そしてサラダ&白米でした。で、その中に人参入ってたから全然人参も正解です。はい、だから正解してます、皆さんおめでとうございます。合ってた、みんな正解したかな。合ってた。おお、めっちゃ硬い白米、それも正解です。全然ホクホクではなかったから硬かった、結構。おお、え、調子出てきました。じゃあ次は答えられるよね。圧をかける。次は本当によく見ないとわからないと思う。私結構なんかどっか行ってた時あるじゃないですか、あの私がこうやって、あ、ちょっとなんか物取りに行ってくるねって言った時に、見てればここら辺をずっと見てればわかる問題です。じゃあ行きます。 1,2,3,4,5,6,7,8 8? 嘘。 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 7問目か、ごめん、急に大きな声出してごめんなさい。じゃあ7問目いきます。7問目、後ろにある ちいかわグッズは何個あるでしょう。もう見せない。後ろにある ちいかわグッズは何個、100個？
なわけ。あの私が結構なんか取りに行ってくるねって言った時にここら辺を見てれば良かったと思う。さあ何個でしょう。結構難しいよこれは。もうあ、30秒測ってなかった今から30秒。じゃあみんなちょっとチラって見せてあげるよ。言っとくけどちいかわオンリーじゃないよ。ちいかわのキャラクターだから、あの普通に全体というかなんてかな、普通に入ってる他のキャラクターも。あ、なった。大ヒント？え、じゃあみんな、じゃあちょっと一瞬見せてあげるよ。いくよ。一瞬だけだからね。はい。そうそう、含みます。含むよ、全然。これは結構一瞬見ただけじゃ分からないかもしれない。じゃあみんなも正解いきますよ。言っていいですか？正解。正解いきますよ。あ、今ちょっと見えた。おおおって言ってた。じゃあ行きます。正解、ダダン。一回スマホ外そうかな、見やすいように。1 2 3 4 5。そういるんだよ実は。ちっちゃいのいるの実はね。正解は5個でした。5つできた。え、すごい、全問正解者がいるとは。素晴らしい。え、すごくない？めっちゃ私のこと分かってる。残念はい、めっちゃちっちゃいけどいるんだよね実は。本当によく見ないと分からない。はい、5個でした。あれは見えん。まあ確かに見えないか。そうだね。じゃあこれでねクイズは終わりです。終了。はい、皆さんまたリベンジをしましょうね。リベンジ。でも次は全問正解できるように
5問正解。でも5問でも全然嬉しいよ。7問中の5問でしょ。すごいすごい。アクスタ、あ、これはね、もらったの、もらったんです。皆さん何問合ってましたか。え、10問も出したっけ。10問は出してないな。次も同じ問題どうしよう。復習的な感じにしようか。全然また同じ問題出してもいいけど、つまんないでしょ同じ問題出したら。じゃあその中、同じ問題ではないけど、その出した問題の答えをもっと細かくしたやつならいいんじゃないか。は、結婚してありがとう。やば。ああ、出題する順番ね。でも順番って言っても私さ、本当に適当にやったの。だから第1問第2問って言ってたけど、全然番号決まってなかった。だから順番変えようとしてもわからない。いじってないんだよお姉ちゃん。宿題プラス追加問題で計10問にしたら良きだね。そうだね。じゃあ次は復習ということで引っ掛けも入れるね。今度は投票機能を使うわ。使ってやる。そした方が面白いじゃん。明日とかできるのかな。もう早速明日やった方がいいよね。みんなの頭がまだその状態の方が、みんなの頭というかなんていうの、あー、じゃあダメだね投票。じゃあ2択作っときますね。なんか今急にメイク始めたけど本当にごめんね。シルエット人参入ってきたよね。ごめん、メイクしたくてずっと。わあ面白い女ありがとう。何を予習したらいいですか。今日出した問題を完璧に覚えておいてください。そしたら多分正解するんじゃない。多分明日になったら忘れてる。みんなメモした？うん。サイリウムはどっちでもいい。正式名称でも普通に青と水色でも大丈夫。私だってよく分かってないから全然大丈夫。
クイズどうだった？楽しかった？青いと水色はダメですか？どうしよう。私は色じゃないからダメかな。楽しかった。嬉しい。楽しかったなら嬉しいです。私のことも知れたかな。楽しかった。よかった。明日何しよう。そうだね、クリンパの問題は本当に昔の記憶を遡らせたから結構難問だったね。本当にお披露目をよく見てる人しかわからない問題だった。まあこれを機に覚えてください。メモしとけばいいんですよ。メモメモ。あ、ちょちょちょ、危ない危ない。そっか、そうだよね、髪型の名前も答えなきゃいけないからちょっと難しかったか。さあ、せん、両サイド、うん、両サイドクルリンパ、普通にサイドクルリンパでも大丈夫。サイドってついてるから。てかサイドってさ、ちょっと待って、英語が分からなくなってきた。サイドってなんだっけ。サイドポニーテールって私言ってるけどさ、こっちじゃん。じゃあ両サイドってつけた方がいいのかな。じゃあ両サイドにしよう。そした方が分かりやすいよね。うん、痛い。ビンタしてるだけ。人参見てない。うっそー。両サイドだとツインになってしまう。じゃあサイドクルリンパの方がいいかな。確かに、うん、分かんない。確かにって言ってるけど分かんない。いてて、椅子が。今日どういうメイクしようかな。
とはね、今日クイズ大会だからこういう白紙に何か書いて当てるのもいいなって思ったんだけど、もう思いつかなくて何書けばいいか、これは何でしょうみたいな感じでやりたかったんだけど、ちょっともう本当に何も考えてなかったから今日はできなかった。っていうかカラオケしたいね普通に。サイン書く？いいよ全然。っていうかカラオケしたい。昨日の夜カラオケ機能を使おうとしたんだけど配信しないと無理みたいで。でも朝から歌うのもねどうだと思うけど。私歌うまくないし、なんか音痴で漏れるのもちょっとやだ。でもなんかカラオケ配信したくなってきた。わあありがとうくまさん、かわちくまさんありがとうございます。NGT48 なんかちっちゃすぎん文字バランス悪。え、ちょっとなんか一回、別に今カラオケ配信しないけどちょっとやっていい？私本当に初めてすぎてわかんないの。いや歌わないけど音楽だけ流してもいいですか？ちょっとどんな感じなのか分かんなくて。ちょっと流してみたい、どんな感じで出るのかどうか。あ、そっか、イヤホン必要なのか。お母さんイヤホン取ってきて。今下に取りに行っていい？あ、ごめんすいません、手が滑った。取りに行っていいですか？取りに行ってもいいですか？ダメですか？あのリュック、ブーブー来て、仕事行ってらっしゃい、頑張ってねありがとう。なんでそれかと思ってきたの、面白い。こっちだよ、どっち持ってこなくていいね。これはいらない、本当に本当にいらない。これはてか喉乾いためっちゃ。
やだ、隣の人の声が聞こえちゃう。ちょっとやめてよ。じゃあまだ配信はしませんが、 BGM として流そう。試しこっちか。試し流し。どんな感じなんだろう。今流れてる？痛くない？こんな感じなんだ。聞こえる、めっちゃ聞こえる。こんな感じなんだ。マイクの音上げられない。じゃあ BGM 下げて。承知。私の声聞きづらいか、イヤホンしてるからしょうがない。やばいね、これ息が入るからフォー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 しか聞こえないよね、みんな。面白い。わあ、こんな感じなんだね。みんな聞こえる？あれ？聞こえる？やばいやばいやばい。タワーありがとうございます。やば、
え、タワー本当にありがとう、ぐっちさんありがとうございます。え、ありがとうございます。初めてなんだけど、お城。え、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいなぁ、嬉しいやばい。え、嬉しいです、とてもありがとうございます。青い城面白すぎ。青い城が来たか。え、ありがとうございます、嬉しい。わあ、落としちゃった。ゆっくらした、息が入りすぎてるすいません。息が入りすぎてたね、ちょっとキモかったね、ごめんははい、私結構鼻息というかがすごいから、ね、すいませんでした。ほうほう、カラオケ配信もこんな感じなんだね。うんうん、じゃあ今度カラオケ配信歌います。はい、今度歌いますね。カラオケ配信盛り上がるよね、絶対に。え、私はなんかちょっと歌いたくなったんだけどやっぱ音痴だから本当に自信がない。え、上手くないよ、本当に本当に歌上手くない。結構歌好きなんだけど、歌うのがね、本当だよね、ステージでは歌ってるのにね。でもさ、こうやってさ、ソロで歌うことないじゃん、みんなで歌ってるじゃん。あ、でもあるか、ソロ歌割りがあるもんね。ドキドキがねて、うん、胸の内側から破るようにジャガジャガ、君のこと見ていたこっそり。今めっちゃ顔でかかった、やめとこう。そうだね、たくさん歌って上手くなろう。確かにというかまだ時間あるもんね。でもメイクもしたい。いや、私本当に時々声裏返ることあるから、恥ずかしいえ、どうしよう、歌おうかな。なんか歌いたくなってきた、すごくテンションで、朝のテンション。でも私さ、結構2番わからないことがある。そういう時ってどうしたらいい？2番の歌詞がわからない時があるんだけど、そういう時ってさ、どうしたらいいの？え、じゃあ1番だけ歌って止めるでもよろしいですか？
それで大丈夫。うわびっくりした。え、じゃあその方法で行こうかな。それでもいい？じゃあ一番だけ歌うか。何歌おうかな。じゃあ歌おう。歌います。私初めての挑戦。まずは最初はやっぱ NCT48 の歌を歌だよね。何があるのかな。さっき見たけどちょっと僕が僕じゃなくなるよ。高音がすごい。だだだ好きだよ。何なら歌いやすいんだろう。マックスときとか。マックスときは歌えるよ最後まで。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの。そうだね、最初だからマックスにしとこう。しとこうってなんだその言い方。はい、皆さん聞こえる？聞こえるかな。あ、お、あ、お、お聞こえる？聞こえるか。最初なのでマックスとき歌いたいと思います。そっか、これそうだね。ちょっと待って、怖い心の準備ができてない。下手でもちょっと優しい目で見守っていてください。じゃあ歌いますね。頑張ります。いや始まった、無理。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意ににじんでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい俺もえ、どうしよう、2番も歌おうかな。歌っちゃおう。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている。いろん
せながら時には思い悩んで大人になってゆく。今夜の空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった。未来はいつも姿見せずに待っているよ。はね吐き甘えないように、愛とは涙、人のために泣けることね。幸せを噛みしめている。雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる。いつだって明日は来る。の経験だ。すこできた。めっちゃ緊張したんだけど。やばい、めっちゃ心臓ドクドクしてた。わっ、やばいやばい。今もドクドク中。よかったですか？どうでした？上手だった？すごい緊張した。初めてすぎて。やばい。めっちゃドクドクしてたもん。ありがとうございます。よかったですか？いつか歩きて歩きましょうね。あなたと一緒に歩きたい。俺も。ごめん、すぐ赤くなっちゃう。私本当にすぐ赤くなる。やばい、なんかすごい初めての経験、楽しかった。結構めっちゃ緊張したけど楽しかったです。はい、ちょっと照れますね。カラオケ配信もっとやってほしいですか？そりゃよかった。
また今度カラオケしたいな。次何歌えばいいんだ。やばいな、今日の天気すごいやば。みざわ、やばい、本当にすごい、マジで本当に歌ってる時やばかったよ。すっごいドキドキしたもん。もうなんか吐きそうなぐらいドキドキした。すごいめっちゃドキドキしてた。そう、そんなにだよね、本当にそんなになの。いやでもまだ本当に前座出演でも普通に全然まだ緊張するから、まだ全然緊張する、すごく。でも吐くまではいかないだけど今のカラオケ配信は本当に初めてすぎて吐きそうだった。そうだね、パフォーマンスはねすごい本当に大きく踊ることを目標してるから、緊張、あのなんかみんな皆さんを見るとすごいなんていうのかな、緊張がほぐれる。スタート直前になるとスタートというかなんていうのかな、すごい待ってる時はめっちゃ緊張するんだけど、こうやって出てくるじゃん、皆さんが、みんなが出てきて自己紹介するじゃん。そう、スタンバイだ、スタンバイ、スタンバイしてる時はめっちゃ緊張するんだけど、だけど出てきた瞬間皆さんを見ると緊張がほぐれるんですよ。だからパフォーマンス中は緊張はしてないかも。なんかスタンバイだけかな、なんか緊張するのは。56分だ、壇上読もう。メイク終わらなかったけど、まあやります。ねもう時間だよ、2時間やってたなんか考えられないもう終わり？ちやったー、早くない？やばい、配信終了しようとしてた、壇上読もうとしたのに。めっちゃあっという間じゃない？あっという間。じゃあ読もうかな。じゃあ読みます。13位から読んでいきます。13位、村上さとしさん、ありがとうございます。12位、部長増田恭平さん、ありがとうございます。11位、
ポラさん、ありがとうございます。9位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。9位おしょうさん、ありがとうございます。8位妄想貴族さん、ありがとうございます。7位ジンさん、ありがとうございます。あ、やだ。6位まこちゃさん、ありがとうございます。おお。5位りゅうまさん、ありがとうございます。4位ゆめさん、ありがとうございます。3位ひらしゃいんぽむさん、ありがとうございます。あ。2位ももちさん、ありがとうございます。そして1位ぐっちさん、ありがとうございます。パワーありがとうございます。よいしょ。皆さん、今日はクイズ大会に、そして急なカラオケ配信見てくださりありがとうございます。ちょっと夜できるかわかんないんだけど、できたらしますね。多分できないと思うけど、夜ごめんね、今日の夜はできなさそう。だからまた明日かも。ごめんね、ごめんね。はい、じゃあ終わりにします。